やはり海外はストレートだなと思います。本物と偽物を見抜く力相当あるんだろうなと思いました。一方で日本の記事です。この低たらくぶりですよ。豊臣秀吉愛子内親王殿下の記事だけならいいのに、なぜここに佳子さんを同列に持ってくるのかは理解不能ですよ。ロイヤルブルーのドレスで愛子様と佳子様2人のプリンセスは令和の皇室を切り開けるのか。あいにくの小雨となった天皇誕生日、厳しい寒さの中、4年ぶりに抽選なしで行われた一般参賀には1万6000人もの国民が足を運びました。天皇家と秋篠宮家が揃った中、ひときわ注目を集めたのが愛子様と佳子様の2人であった。なぜ嘘をつくんでしょうか。ひときわ注目を集められたのは豊臣愛子内親王殿下であられるし、天皇家ではないんでしょうか。秋篠宮は注目すらされてなかったような気がしますし、もう出るなと言われてたじゃないですか。なぜこのような嘘をつくのか理解不能だなと。愛子様は、両親どちらもイギリスで学んだ経験があるので留学も考えられましたが、学習院大学卒業後すぐ日本赤十字社に就職する道を選びました。本当に国民のことを思われてのことだと思います。世界中の国々の人々のことを考えられた結果なんでしょうね。非常に感銘を、覚えました。個人の意向より公務を優先したいという資料を感じたと。一方の加藤さんはジェンダー問題について踏み込んだ発言をするなど、時に波紋を呼ぶこともありますが、それはやってはいけないことなんですね。政治的な領域に立ち入ってはならない話なんですよ、皇族というものは。それを平気で破ってくるのが、もう皇族たる資格はないと言わざるを得ないなと。自らが正しいと信じる道を進んで、発信もするんだという意思を見せています。対照的にはプリンセスと言えるでしょうと。秋篠宮家長男の悠仁くんが来年以降大学に進学するのは確実。学業が優先されるため、数少ない若い年代の青年皇族として、今後は2人のプリンセスが公務の担い手とならなければならない。しかしながら佳子さまは、おそらく悠仁くんが大学に行かれた後に結婚話があるんでしょう。結婚されて抜けられるのがオチだと思いますし、今やってる公務に関しては、国民にちょっとでも媚びを打っとこうと見えすいてるんですよね。眞子さんの二の舞になるのは目に見えてるわけで、そのリスクをちょっとでも減らそうと公務をやられていて、すべて計算づくのアピールなんですね。そこで佳子さまにかなり強いプロパガンダがされているのが、ファッションであられてあざとかわいいと言われてしまったんです。このような表現が使われるですから安っぽいなと。皇室皇族を安売りしていると言わざるを得ない。愛用されるブランドの異名は婚活の戦闘服、ご着用の新作ジャケットにこだわり、この時点で終わっているなと思わざるを得ないですね。こういった浅い層を騙して11億円の邸宅の乗っ取りであったりを隠す意図が見え隠れしてるんですよ。そして現在話題になっているのが1月26日に都内で行われた第72回関東東海花の展覧会を鑑賞した際にお召しになっていたツイードジャケットである。このボタンが印象的なデザインでネット上でも可愛いと評判になっている。そんな評判は僕は聞いたことないんですけども、このジャケットは20から30代の女性をターゲットとしたブランドのアイテムです。店舗で発売されたばかりの新商品で外傷がついてるんでしょうね。これが国民受けにいいと、20、30代の女性に人気がありますよと紹介されてるんだろうな。価格は税込み25,300円。オンラインストアの商品説明にはコーデに取り入れるだけでクラシカルな着こなしを、楽しめるアイテムなどと記載されている。このブランドはいいものだと思いますけども、佳子さまのファッションというものは非常に安っぽいなと、全然オーラがないなと思うんですね。所詮は佳子さんの一流ではない。そもそもファッションというものはおまけみたいなもんだと思いますよ。ご自身を立てるためにファッションがあるわけであって、佳子さまはファッションに着られている印象を抱くんです。同じようなことも紀子さんには言えて、それがティアラかなと思うんです、紀子さんのティアラっていうのは似合われてないですよ。ティアラの方が目立ってしまってるんですよ。ですからあんなでかいティアラつけて言われるんですよ。それはティアラは全然悪くはなくて、むしろ一級品だと思うんですけど、ティアラとしてもつけるものを選びたいと思うんですよ。紀子さんはふさわしくないと。当然ながら皇嗣であられますから、皇太子のティアラをつけるのを間違っているし、それのある意味表れではないのかなっていうのはすごく思いますね。しかしながらこのティアラを、皇太子妃であった皇后陛下がつけられる、すごく似合われてるんですね。ものすごくですね、お綺麗ですし、本来の持ち主の元にいるんだなと。やはり皇太子のティアラは、私は豊臣愛子内親王殿下が
つけられるべきなんじゃないのかなと思います。愛子内親王殿下が皇太子になられた時かなと思いますね。その姿を生きてるうちに見たいなと思いました。ケニア大統領夫妻らとの宮中午餐会で愛子さま堂々とした振る舞いを見せました。佳子さまも昨年末らしとも言うべきハイペースで公務に励んでいる。マークさんの結婚をめぐる騒動以降、宮内庁も皇室のイメージアップに不信している。この点で今後公務以外にも2人が担う役割は大きくなってくるでしょう。資料と発信力、異なる魅力を持つ2人がいる限り令和の皇室の未来は明るいとフライデーは書いてあるんですけども、まあ所詮は佳子さまは三流である。まあ、そして、年上愛子内親王殿下は超一流であられると。まあ、実際コメント欄では、愛子様どこがどうだからというのはわからないけれども、写真一枚でも品を感じる。皇族というお立場にふさわしいお方などだなと思います。佳子様は写真を拝見するとある意味では、庶民というか、普通に街を歩いていてもおかしくないような女性という感じがします。映像で見る身のこなしもそういう印象を持ちます。まあ、これが全てを物語ってるのかなって思うんですね。まあ、普通の人が、まあ、すごい頑張って厚化粧して中ぐらいの高い服着て国民に媚び売ってるイメージビデオを撮って、まあ、安売りしてるようにしか見えないんですよね。そして中身もないので非常にずれたコメントをされるんですね。まあ、なので皆さんそれにうんざりされてるんです。それを見破っておられるというわけです。佳子様のファッションの話はもういいです。まあ、そんな意見も出てくる始末なんですね。愛子様中心にぜひともお願いしたい。愛子様は4月から日本赤十字社に入社されて、今年は成年皇族として天皇皇后両陛下をしっかりと支えられていくと思います。天皇誕生日の一般参賀を最後まで迷われていたのを、雅子様の助言と説得で決断なされました。今、やるべきことに向かいましょう。天皇誕生日を祝うだけではなくて、国民への感謝、それが国民へ元気と勇気と希望をもたらせますよ。その場には愛子様もおられたとのこと、本当に素晴らしい天皇陛下ご一家であられる。能登地方の皆さんも元気をもらえて、勇気にこれからの復興への希望が出たはずであろう。一般参賀は天皇皇后両陛下と愛子様ご一緒は、終始笑顔で談笑なされて手を振られて国民に応えておられた。反対に秋篠宮ご夫妻と佳子さんは終始無言で相対照的でしたと。やはり愛子様は国民の宝物である。愛子様はプリンセスと言われてピンと来ますが、佳子様はピンと来ないな。やはり感覚レベルでもこういうことはすごく伝わってくるんです。僕もそう強く思いますね。ロイヤルブルーの衣装にしてもイギリスを意識してると思うようなきついブルーだし、原色に近い色より愛子様が着ているような淡い色の方がいいな。まあ、そういった意見もございます。皇族としてのジェンダー問題について踏み込んだ発言というなら、なぜ皇位継承は男系男子とされているのか、何より身近な問題としての感想が聞きたいです。佳子さんが意識しているのは女性見分け創設のことでしょうか。もう少し具体的な発信があると分かりやすいと思います。皇女と傍系見分けの内親王を比較するなど不敬極まりない。内親王は天皇陛下の臣下家来です。内親王であるお気軽さで興味のあることに顔を突っ込み好きなことを言える立場の人と、天皇家の長女で思慮深さが求められる皇女を同列で論じる方がおかしいです。もう少し勉強してから記事を書いてください。それでも意図的に年上宮様を貶めるために内親王と同じ立場と思わせるような記事をいらっしゃるのか。やはり同列に並べるのはおかしいですよね。佳子さま2人のプリンセスと、まあ、まさに同列に並べているような印象がありますし、まあ、圧倒的に差分がある。そう書かなければならないと思います。対して紀子さんです。論外ですよね。まあ、紀子様は着物を着たりするんですけども、まあ、着物が主役者であったり、新装束みたいになってますよと、しつけ糸がついたままですよであったり、着こなしどころがボロボロなんですね。ファッションどころの話じゃなくて、まあ、しかもファッションセンスもちょっとおかしいなっていうところが垣間見える。例えばです。花柄ワンピースにも透け感がと。紀子さんはこのスケスケが好きなんですかね。確かに透けてるような気がします。まあ勘弁してくださいね。まあスカートが透けてたこともあるんでしょうね。まあ誰に対するサービス目線なのか、まあ、よくわからない。で、2019年6月、皇嗣妃となられてから初めての海外公式訪問として、ポーランドとフィンランドを訪れた際に、紀子さんはワルシャワの公園で現地の女性と交流され、子供を抱きかかえる場面があったと。その日のお召し物の白地に、大ぶりな花柄のワンピースは胸の部分がシースルー風で、紀子さんが選ばれることは珍しい透け感のある素材だった。論外だなと思うですね。秋篠宮は、まあ、やはり三流四流五流であると思うんです。そしてなんと嬉しいこと、年宮愛子内親王殿下が、なんと防具に取り上げられたらしいですね。防具フランス、そして防具ジャパンも、記事を出しております。
ボーグは世界で最も影響のあるファッション誌、アメリカ、フランス、イタリアをはじめ世界20カ国で発行されている。まあ、100年以上にわたってファッション界をリードし続けているボーグ。これはもう世界のファッション誌のナンバーワンだと思います。そこに取り上げられるっていうのは、まあ、本物たる証であると思いますよ。ファッションにも注目、世界各国若きロイヤルメンバー11人と、なんと年の宮愛子内親王殿下が選ばれると、最近も YouTube 上ではトッププリンセスと選ばれてたんですけども、超一流雑誌にも選ばれるというわけです。日本愛子内親王、成人天皇と政子皇后の長女であられる、年の宮愛子内親王、さすが一流雑誌だなと、年の宮と書いてあるんですね。皇室を象徴する品のある装いで公務に参加している。宮内庁が18歳の誕生日を記念して公開したポートレートでは、ピンクのブラウスと白いロングスカートという控えめな服を着用。他にも帽帯やブラウスなど4セントで落ち着いた雰囲気のものを常に選ばれていると、ここに見事、選ばれるというわけです。これはもう加古さんにとったら相当悔しいんじゃないのかな。加古さんはこういうところに乗りたいんだろうなと思います。だからこそファッションにも厚化粧にも気を使われてるんじゃないのかなと。しかしながらその夢は儚く散った。やはり海外の一流雑誌に選ばれるのは年の宮愛子内親王殿下であると思います。やはり年の宮愛子内親王殿下の圧倒的なオーラであられるし、圧倒的な魅力なんじゃないのかなと思いました。こういった一流雑誌には選ばれずに宮を適当に上げてるような記事、そういった残留に乗ってくるのは、まあ、加古さんなんだろうなと思います。まあ、これが一流と三流の違いであると。三流と忖度して言ってますけども、本当は、まあ、百流ぐらいだと思います。以上です。それでは皆様ご一緒に、近しお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、さよなら。バイバイ。